ぶらやプロダクション所属のプロデューサー。神奈川県茅ヶ崎市出身。学生時代につぶらやプロダクションのアクションチームの求人広告を見て、社員の募集もないものかと連絡し、面接を受けて採用された。制作部に配属された理由は、当時、取締役であった高野光一によれば、声が大きいから現場向きであったからだという。大学卒業後、 1992年につぶらやプロに入社。同年の映画、勝利者たちの制作進行からキャリアスタート。ウルトラマンゼアスに超人体選考と陰でアシスタントプロデューサーを経た後は、専務を務めていた高野光一から、テレビでもメイキングを回しとけと指示され、ウルトラマンティガ以降のテレビシリーズでもメイキング撮影などで横断的に現場に携わる。その後、 2001年に、ウルトラマンコスモスで、初のプロデューサーを担当。2004年には、ウルトラマンネクサス、続く、ウルトラマンメビウス、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディング、オデッセイ等のテレビシリーズをプロデュースする。また、2009年には、ウルトラマンメビウスガイデンゴーストリバース、2010年には、 ウルトラ銀河伝説外伝ウルトラマンゼロ VS ダークロプスゼロ2011年にはウルトラマンゼロ外伝キラーザビートスターといった自動詞グラビア展開や劇場版ウルトラマン映画作品とも連動するオリジナルビデオシリーズをプロデュースプロデュース業を離れた現在でも企画協力企画監修者として数多くのウルトラシリーズ作品に携わっている 東映の鈴木武幸同様のスタイルで、ウルトラシリーズに様々なアニメや声優の要素を取り入れている。ウルトラマンネクサスの CGI モーションディレクターに板野一郎を音楽に河合健二を迎えると、アニメ的エッセンスをウルトラマンの TV シリーズへと導入。またバンダイナムコグループ中心の玩具の連動要素と、小学館、 講談者を中心とした親子で楽しめる自動詞グラビアとの連動要素も映像作品に取り入れている。慈愛のウルトラマンや絆をテーマにした複数の適能者による大河ドラマといった新たなコンセプトをウルトラシリーズに導入する一方、ウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品、ウルトラマンメビウスでは友情をテーマに掲げ、 M78 星雲とウルトラ兄弟たちにリスペクトを捧げた設定で、ルーキーウルトラマンの成長を描く物語を展開。また、未知への冒険をテーマにした、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルや、限りなきチャレンジスピリッツをテーマにした、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディング、オデッセイでは、ウルトラマンを毎回の物語の中心に据えずに構築される。 新たなフォーマットにより、ウルトラマンシリーズの持つ、もう一つの魅力である、ウルトラ怪獣や、宇宙人キャラクターたちにスポットを当て、宇宙規模の作品世界観を有した、新たなシリーズの可能性を切り開くと、様々なトピックを持った作品を手掛けている。その企画プロデュース作品に関して、脚本の長谷川圭一は、このシリーズはこういうシリーズという前提の枠をまず、 用意して、どういう風に始まって、どう着地するかに気を配って作っていく。例えば、コスモスなら怪獣、保護、メビウスならルーキーの成長物語という風に、一本筋を通して今回のウルトラマンではこういう挑戦を、したというカラーを強く出そうとしていましたね、と渋谷の作風についてコメントしている。自身の作品のキャスティングには、イケメンや人気声優、 歴代オリジナルシリーズ出演者等のキャスティングに力を入れている。安倍雄一や岡秀樹等、映画 A、P 時代に現場で苦労を共にしてきた影の功労者たちを自身のプロデュース作品で、ウルトラマン作品の監督へと抜擢している。映像制作以外では、バンダイの玩具中心の関連商品や、ゲームや、バンダイビジュアルの DVD と音楽 CD のパッケージ商品や、 小学館、講談社の関連書籍の商品の開発に関わる。ありがとうございます。